同期者引き渡しを可能にする条例改正案に対する抗議活動が暴動に発展し、警察隊はデモ隊にゴム弾と催涙ガスを使用しました。この改正案は容疑者を事情聴取や裁判のために本土に引き渡すことを可能にするものですが、多くの人々がこれは香港の独立性を損なうと危惧するほか、容疑者に対する中国の人権軽視を深く懸念しており、条例改正案が政治利用される可能性があると見ています。これに対して中国政府は、改正案はあくまでも容疑者逃亡を防ぐことが目的だと主張しています。香港がここ何年もなかった最悪の混乱に陥る中、12日には大勢のデモ参加者が政府の主要な建物周辺の道路を封鎖し、立法会に改正案の審議を延期させることに成功しました。11日午後の香港中心部です。このような大規模な暴動の光景は1960年代以来見られませんでした。この日は朝から緊張が高まっていました。大勢の群衆が香港の立法会の建物を囲み、目の敵にしている条例改正案の審議を中止させる決意を固めていました。怒りの矛先は香港の林鄭月娥行政長官に向けられていました。先週末、何万人もの人々が街頭に繰り出し、香港にいる人間を中国本土に強制送還することを可能にする条例案の廃案を要求しました。しかし長官は譲りませんでした。香港立法会の議員です。長官はなぜこれほど堅くなに、傲慢とも言えほど譲らないのかという声を聞きますが、彼女はただ中国からの命令に従っているだけです。彼女は中国政府の操り人形でしかないのです。この日デモに参加した人々はほぼ全員が若者で、攻撃的で、自分たちの自由を中国政府に渡そうとしていると彼らが考える香港政府に怒りを沸騰させていました。暴力沙汰になるのはもはや時間の問題のように見え、それは現実となりました。ここにはこれまで催涙ガスによる焼けるような痛みを経験した人はほとんどいませんでした。人々が受けたショックと混乱が見て取れます。この女性は、自分たちが日々直面している恐怖からの自由を得られると信じて抗議に参加している。自分の政府から尊重されていないことに対する怒りと不安を抱いていると語ります。夕方になると警察が優勢になり、抗議デモ隊に発砲を繰り返してはデモ参加者を政府の敷地から遠くに追いやりました。通りからデモ隊を排除するためにこのような作戦に踏み切った香港政府は、2014年の時のようにデモ隊が市内中心部を占領する事態を何としてでも阻止する決意を固めているようです。その香港政府はまた、大きな議論を呼んでいる強制送還条例をその結果は無視して強引に成立させる決意のようです。香港政府は今日の抗議を暴動だと宣言し、参加者を犯罪容疑者として拘束しましたが、夜になっても大勢の人々が通りに残って憤りをさらに募らせています。香港では今午前5時を少し回ったところです。私の後ろにはまだバリケードがあるのがご覧になれると思います。でも参加者の大半は夜の間にいなくなったようですが、まだ残っている人もいます。1時間もしないうちに日が昇りますが、問題はその後どうなるかです。学生たちは路上に戻ってきて、私の後ろに見えます立法会の建物への入り口を再び封鎖しようとするんでしょうか。あるいは警察が12日催涙ガスなどを使用したり、デモが暴動だと宣言されたことでデモをする人々をおじけづかせるには十分だったのでしょうか。